皆さんの家庭や工場、事業場などからは様々な廃棄物が排出されています。ではこうした廃棄物がどのように運ばれるか知っていますか？それでは事業場などから出た産業廃棄物が処理施設までどのように運ばれているのか、とちまるくんと一緒に見に行きましょう。運搬車両がやってきました。事業場などから出る廃棄物を集め、専門の処理施設まで運びます。処理施設に到着しました。運ばれた廃棄物は専門の処理業者に引き取られ、処理やリサイクルが行われます。ところで、産業廃棄物を運ぶときにはその種類や形状に合わせた車両を使い分けて運びます。例えばこんな車を皆さんも街中で見たことがあるかと思います。この車両はパッカー車といい、かさばるゴミを効率的に運ぶことができます。はい、この車はですね、プレートを使って廃棄物のかさを減らしながら、積み込み仕組みになっています。圧縮することで荷台のおよそ5倍もの廃棄物を積み込むことができるんですよ。このほかパッカー車以外にも運ぶ廃棄物の種類や形に合わせて様々な運搬車両が使われます。例えば建設現場から出される木材や金属といったゴミは主にアームロール車と呼ばれる車両で運搬されます。この車両はですね、コンテナを、自力で着脱できる装置を備えています。工事現場などに、コンテナを置いておいてそのまま車両に積むことができるので、作業が非常に効率的です。また工場から出る排水や排水に混ざって出されるドロドロした汚泥などの液体のゴミを運ぶ際には吸引車で運搬します。ところで、産業廃棄物を安全に処理施設へ運ぶために守っていることがいくつもあるのですが、皆さん知っていますか？例えば、街中を走っている運搬車両をよく見てみると、産業廃棄物を運んでいることや会社の名前などが書かれています。具体的には産業廃棄物を運んでいることの表示、許可番号、業者名を記載する必要があります。この許可番号にも意味があるんです。1桁目から3桁目は都道府県などの固有番号、4桁目は業種、
6桁目からは許可業者に付与される会社固有の番号が記載されています。こうした表示に注目して皆さんの街中を走っている車両をよく見てみると、日々多くの車両が産業廃棄物を運んでいることがよくわかりますね。また運搬時には産業廃棄物管理表、いわゆるマニフェストと呼ばれる伝票を持ち運んでいます。この伝票には誰が出した廃棄物を誰が運んでどこに持っていくかなどの情報が書かれてあり、この伝票の受け渡しを行うことで出された廃棄物を管理しています。実は先ほどの映像の中でもきちんと伝票の受け渡しが行われていたんですよ。こうすることで出された産業廃棄物がきちんと処理されていることをチェックしているんですね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ご覧いただいた通り、一口に廃棄物の収集・運搬といっても確実にゴミが運ばれるようにさまざまな工夫がなされています。我々収集運搬業は、お客様に代わって廃棄物を運搬する仕事ですので、運ぶ過程で廃棄物が飛散したり流出したりしないように責任感を持って日々の業務に当たっています。また排出された廃棄物をただ運ぶだけではなく、循環型社会の実現に向けた担い手として排出者と処理業者をつなぐ大切な役割を担っています。